開けて閉めてトイレ、開けて閉めてトイレ。ハローエブリワン、レッツエンジョイジオウッシャーアーバカス。さあ今日もちびゴリくんと一緒にアーバカスっていこうね。さあ今日は前回動画でお話しした3桁かける3桁の裏技についてちょっと解説していきたいと思います。あとちょうどこのちびゴリくんの上の方だね、上の方、ここに、ゴリ先生がどうもインスタグラム始めたみたいなんで、インスタってやつだね、もしよければフォローしてあげてみてください。さあ今回は3桁かける3桁の裏技の解説ということなんだけども、なんで裏技の解説かというと、できればちびゴリくんは本当は3桁かける3桁、答えが今回であれば6桁もしくは5桁なんだけど、ここは一気にできれば本当は一気に答えを書いてほしい。まず6桁目、10万の位において63186122万5000、次は53155735252523750、最後はサザンが93113552448875と、ささっと今のこの244875の段階で答えは書いてほしい。なぜならばというと、このあと3桁かける4桁、4桁かける3桁とかの、掛け暗算をやるときに、やはり3桁かける3桁、この能力が必要になってくるんだよね。まあ、ただ、全国手段連盟の暗算大検定で言うと、左半分の問題かな、約30問、すべて3桁かける、一番難しいのは3桁かける3桁までだよね。ここまでが1問も間違えずに全問解けてしまえば、150点取れます。5段、6段くらいまでは、いくような点数だよね。だから、まずはこの3桁かける3桁を 100%、 2桁かける2桁から始まって3桁かける3桁まで、ここまでの掛け暗算を1問も間違えずに 100% 解くことが大切だと思うので、今回は裏技を説明します。ただ裏技をやることによって、どんどん記憶力、数字をしっかり6桁覚えれるようになるので、最初は裏技を使いながら慣れてきたら、最終的には6桁すべて一気に答えを書くという流れでやってほしいと思います。それでは解説していきます。はい、それではやっていきたいと思います。もうこのあたり3桁かける3桁までできてる子に関しては、あまりやり方に関しては詳しく、というのは避けたいと思います。まず3桁かける3桁なんで、6桁目から答えを入れていきますね。ちびゴリくんの場合はルールを決めてます。桁数が一緒の場合は右から左、先頭からかけていきます。これであれば 6×3、6×7、6×5 をやっていきますね。6、3、18、6、3、18足しますね。はい、18で、10足して、隣が8。はい、6、3、18。次は、6×、先頭が終わったのな、7ですね。6、1、4、12。10を超えてるので、ここの答えが10を超えてるので、ここから42と足します。もう42、頭の中でイメージ先行で友達のみんなはやってください。22万2000形が変わりますよね。はい、最後は、6×5、6530だよね。22万5000に形が変わります。はい、これで6、3、18、6、7、2、6、5、30、22万5000ができました。次は、6が終わったので、今度は2番目だよね。5×3、5×7、5×5 ですね。375×50、3桁×2桁なんで、5桁目。ここから足していきます。まず5、3、15だよね。さあみんなの頭の中ではイメージ先行なので、どんな形に変わりました？そう、24万になりますね。はい、次は 5×3 が終わったので 5×7、 これは簡単だよね。5735、10より大きいので指のところから足す。35、答えは24万3500だよね。はい、じゃあ最後5の最後だよね。 5×5、 5525なんで、みんなの頭の中ではもう答えが出てるよね。24万3750に形を変えます。はい、ここまではいいよね。
ここまでしっかり頭の中にこの24万3750のイメージを置いておいてください。さあ最後の桁、この 3×375 を足していくときに、まあ 375×3 なんで3桁 ×1 桁ですから4桁目からこのイメージの段階でもう、先頭の2桁24万、ここはもう絶対答えは変わらないという、ことをしっかり理解してほしいんだよね。もうサザンが9、この段階で絶対繰り上がってこないんで、サザンが9、3×3、3×7、3×5 をやっていくんだけども、最後だよね。まず一発目のサザンが9、もうこの段階で、先頭の2桁、答えは変わりません。だから紙に書いちゃいます。というのが裏技だよね。この2桁を紙に書きます。じゃあちょっと色を消しちゃうね。24万の部分を紙に書いたということで色を消してみました。そうすると、あと頭の中の記憶はこの375、375、3つの数字を覚えてる状態でサザンが9、3、7、21、35、15をやればいい。今ちびごりくんがサザンが9、3、7、21、サザンが9、3、サザンが9、3、7、21、3、5、15、4、8、7、5。もう、玉の形、どうだろう、友達みんな、この段階で4、8、7、5に形が変わったと思うんだよね。そうすると、答え、2、4、4、8、7、5。頭の中の記憶、もうこの2、4を書くことによって、この3、7、5をしか覚えなくていい。負担が、だいぶ記憶力の負担が軽くなってるんだよね。だから、サザン、この状態からサザンが9。まあ、9は14ちっちゃいので、こっから足すサザンが9。3、7、21、3、5、15、4、8、7、5。しっかり消えずに、記憶の中の負担も先頭の2桁書くことによって、だいぶこのあたりがくっきり数字が出るんだと思います。まあ、ちびごろくん、一番最初にも話したみたいに、本当であればね、この6桁を一気に書いてほしいというところはあるんだけど、例えば、一番最初、2桁かける3桁まではできた。よし、いよいよ3桁かける3桁。最初のうちは、この方法、裏技を使っても構わないと思います。なんでかというと、この裏技をやっていく間に、実は、どんどん、そのうち、問題を解けば解くほど、この24、先頭の24を先に答え書かなくても、しっかり、この、4、8、7、5まで計算した段階でね、この4、8、7、5、しっかり記憶の中に残る、ように必ずなってきます。それはもう練習量をこなしてしまえば、問題の量をこなしてしまえば、必ずできると思います。なぜなら、この2、4を書いた段階で、すでにサザンが9、繰り上がる。例えば、じゃあ、この最初の 3×3、3×7、3×5、最後のサザンが9だよね。これだけやってみようか。サザンが9。サザンが9。この判断をした段階で、先頭の2、4を書いてるんで、あとはもう3、4、15、3、4、20、ごめんなさい。3、4、21、3、5、15を足すだけなんで、3、4、21、3、5、15、8、7、5だよね。もう、ここまで判断ができてるんであれば、実際2、4だけ書かなくても、4、8、7、5まで最後絶対的に書けるようになります。ただ、最初はなかなか、記憶力に負担がかかるんで、この2、4、先頭を繰り上がらない。もうこの段階で繰り上がらないと分かった瞬間に書いちゃってもいいと思います。ただそこまでしっかり判断ができるようになってくれば、必ず6桁はしっかり入ってくるんじゃないでしょうか。まあ、最初に話したみたいに6桁、このあたりしっかり入ってくれば、次のステップの3桁かける4桁、4桁かける3桁というのはしっかり入ってくると思います。まずは、練習問題ですね。問題を何問か何問か、解いて、しっかり記憶力の能力を上げてみてください。それではまたでーす。See you again!